護士である母の話から、患者さんが治療をする上で不安に思う場面が手術だけではないことを知りました。なので私は臨床検査技師という立場から、検査をする場面において患者さんの痛みや苦しみを自分のこととして汲み取り、健康を維持する上での支えになりたいと思っています。そのために専門科目の実習では、自分が疑問に思ったことを教科書やインターネットを使って自主的に調べ、また友達と話し合って問題を探究するようにしています。そして患者さんに親しみを持ってもらえるよう、赤十字法師団でのボランティア活動やオープンキャンパスのスタッフにも積極的に参加し、コミュニケーション能力を身につけるようにしています。成長してる？